公益財団法人日本アンチドーピング機構、英語、ジャパンアンチ、ドーピングエージェンシーは、日本国内のドーピング検査やドーピングに関する啓発活動を行う、独立した国内調整機関である。世界の反ドーピング運動の流れを組んで、日本オリンピック委員会、日本体育協会、日本プロスポーツ協会を中心にして、2001年9月16日に、 財団法人日本アンチドーピング機構として創立された。2011年4月1日には内閣総理大臣により公益財団法人への移行認定を受け公益財団法人日本アンチドーピング機構へ改装。日本アンチドーピング機構は国際オリンピック委員会や世界アンチドーピング機関各国の国内オリンピック委員会等のドーピングコントロール機関と連携して 競技者の人権及び健康に配慮しながら、ドーピング検査や教育、啓蒙活動、情報管理、提供、調査、研究等を行い、国内のアンチドーピング活動を推進することを目的としている。2020年12月現在で93団体が加盟している。日本体育協会は2003年の静岡国体からドーピング検査を実施している。 2007年8月、日本プロサッカーリーグが、川崎フロンターレの選手とクラブを、ドーピング違反で処分したことに関連して、各チームの医師が、J リーグのドーピングコントロール委員会委員長の辞任を求めるとともに、ジャダに見解を求めた。ジャダの平成26年度事業状況報告書より、天才、内は、血液検査数平成26年度に実施したドーピング検査に対し、 7件の違反が発生。ありがとうございます。